はい、月曜日からようやく臨時国会が始まりまして、代表質問での論戦がスタートしました。政調会長、幹事長と続いていただき、今日の午後には水岡参議院会長も、代表質問に立ちます。事前に4人の登壇者、周囲の皆さんにもご協力いただいて、いい意味での役割分担がうまくでき、良い質疑ができているんじゃないかと、最も答えの方が想定通り、真正面から答えた部分が、1人に対して1問、2問あるかどうかというようなレベルだなと。残念に思っています。ただ大きな成果があったと思っておりまして、かなり、明確に、自助か強制かという、対抗軸が明確になったというふうに思っています。コロナの危機で多くの皆さんが不安を感じている中、自分で頑張れという冷たい社会を目指すのか、お互い様に支え合う温かい社会を目指すのかということがかなり鮮明に見えたと思っております。新しい総理との最初の論戦で、我が党がもう一つの選択肢となると、申し上げてきた、その議論の土俵を明確にできたのではないかというふうに思っています。菅総理の答弁ぶりでありますが、遺憾ながらやはり官房長官という印象が非常に強いと。答弁の際、本当に役所の答弁を朗読しているだけで、政治家としての熱意やメッセージが残念ながら伝わってまいりません。コロナ危機を含め非常に難しい時代のリーダーとして、物足りないと言わざるを得ません。私も官房長官経験者として申し上げれば、いきなり官房長官という影、半分影で支える立場を長くやってきて、いきなり、総理になられたというのは、半分同情をしながら受け止めておりますが、個人的にはそういった同情できる部分があるにしても、この状況のリーダーとして、残念だと言わざるを得ないというふうに思っています。今日の午前9時に我が党を中心にまとめてきました、休業支援金拡充法案を提出しました。中身はすでに担当政調の方から説明がありましたが、国会開会直後に、コロナで苦しむ皆さんを支援するためにこうした法案を提出できたことを大変嬉しく思っておりますし、長妻厚生労働部会長をはじめ関係者の努力に感謝をしたいと思っています。菅内閣発足から1ヶ月余り、残念ながらコロナ対策については制度の不備が次々と明らかになるばかりで、新たな対策は全く見えてまいりません。そうした中で野党がこうした提案を行ったことを与党も真摯に受け止めて、国会論戦の訴状に載せていただきたいというふうに思っております。引き続き、共に支え合う社会、共生社会実現に向けて各分野での議員立法を進めてまいりたいというふうに思っております。私から以上です。それでは質疑に入らせていただきます。後ろにマイク2台ありますので、2名ずつ順番に説明したいと思います。社名と名前をお名前になって、できるだけ一問一答形式でお願いします。では、挙手をお願いします。どうぞ。じゃあ、宮崎さん、他おられますか？じゃあ、NHK さんには。はい。3番、宮原さん。はい。フリーランス宮崎の出入です。経済政策に関してなんですけれども、枝野代表はいつも消費や需要が押し上げる経済というのを成長戦略という形で、水曜日もおっしゃっているかと思いますけれども、その生産、製造、供給といったものが
張り上げるというふうなお考えがあるのか、経済調査会でしょうか、江田さんが会長をやっているところの論点というものも示されましたが、いわゆる成長というのは、研究開発、R&D しか見当たりません。GDP、国連方式でいうと、10年前までは研究開発は GDP にカウントされなかったものです。工場が今世紀初め25万件から20万件に減っておりますので、そういう工場はちょっと一つだけ提案になりますが、枝野内閣になったら工場5万件全国で申請すると、そういったような目標を入れた方がいいのではないかという考え方は私だけではないかと思いますが、いかがでしょうか。生産性と言われているような分野、つまり供給サイドについてもですね、様々な施策が必要であるということは否定はいたしません。しかしながら約30年にわたってこの国はそちらに一辺倒の政策をやってきました。その結果ですね、国際競争で負けて停滞しているわけではありません。国際競争の中では 4% 前後の経済成長をしている、この数字は決して先進国の中では低い数字ではないんですね。つまりその生産側、供給側の問題で日本の経済が低迷しているのではない、国内の需要が日本経済の6割を占めている、ここが停滞をしているから先進国の中でも特に日本だけが停滞を続けている。これは再分配に失敗をして消費者の側に購買力がない、これが日本経済の低迷の本質であると。したがってここのところ相当強調しないとですね、経済政策というとこの従来もやってきて一定の成果を上げている供給側の問題ばかりが経済政策だというこう刷り込みを変えなきゃいけないと思っていますので、私は徹底してこの消費力、購買力という点からの経済を訴え続けたいと思っています。そうなりますと、細かいところはいいですけれども、理想とする社会像として、例えば単純労働、工場の下で単純労働をするだけで誰でも1億2000万人が食べていける経済というのは、イギリス産業革命以降の理想ではないかというふうに思うんですが、そういった考え方はおとぎにならないのか、世の中はその高校や大学出た人ばかり取りません、はい、なぜならば日本をはじめとして先進国の生活水準、別の言い方で言えば賃金水準、それはですね、グローバル化の中で圧倒的に高くなってしまっています。比較大量生産分野ではですね、賃金水準の低い、新興国との競争に勝ち得ません。したがって先進国は、付加価値の非常に高い、付加価値が高いということは実は少量多品種の分野であったり、あるいは製品の研究開発、大量生産に至る前の段階の部分であったりというところでないと国際競争では生き残っていけないと。でこの部分の例えば雇用の需要というのは決して大きなものではない、そうすると一方で先進国は国内において富が蓄積されているので、国内の消費、内需によってですね、一定の経済を回して成長していくことができる。でこれのバランスといいますか、国内の特にサービス化された内需が一定程度のベースを支えながら国際競争をしていくと。これが日本だけ実は先進国の中で内需が停滞をし続けるということで成り立っていない。やはりそこを変えない限りは日本の経済は成り立たないというふうに思っています。で急にちょっと人事的な話になっちゃうんですが、おそらく今日社会保障調査会というのが総理初めて始まるんじゃないかと思うんですが、慶応大学の井出英作教授がベーシックサービスですね、社会保障調査会の方で、講師として見えるかと思うんですけれども、こちらの方があまり代表人選には関わってないかもしれませんけれども、井出教授は社会保障専門の方に移っていただいたということで、よろしいでしょうか。私自身、井出先生が従来からおっしゃっている、社会保障分野の普遍主義であるとか、現物給付を中心にするべきだという考え方は、もう10年来、私もそう思っておりますので、そうした意味では、西村調査会長もですね、同じ問題意識で最初の講師としてお招きされたんじゃないかなというふうに思っています。
では NHK さんお願いします。すみません、NHK の坂本です。臨時国会の始まりですね、所信がありました、所信とですね、代表質問ありましたが、正面から答えてないというご指摘だったと思いますが、具体的にそのどこの部分でですね、どのように足りてないというふうに代表感じられているのかということでですね、それとその来週から始まる予算委員会、これでですね、どう追及をしていくのかというお考えをお聞かせください。それとですね、弊協会でですね、山際前会長、日本学術会の山際前会長にですね、インタビューを行いましてですね、2年前の会員補充の際にですね、事務局を通じて杉田官房副長官に、人事について難色が示され、理由を教えてくださいと言っても、来る必要はない、理由も必要はないという答えが返ってきたという問題がありますが、これについてですね、野党側は、予算委員会の杉田官房副長官の出席を求めていますが、大変これについてどのように感じられるかということを教えてください。はい、丁寧にお答えをしたいんですが、代表質問のやり取りの速記の速報が届いたので、早速ワードに転換してですね、答えてるか答えてないか、私の問いと答えで、私のパソコン上整理をしたんですが、答えているところの方が珍しい。答えているのは、原発増やすと方針転換をした、悪い方に。という部分とですね、生殖補助医療のところについては若干お答えになったかなと、それから選択的夫婦別姓については、交代をして明確にお話になったぐらいのところで、あとは答えてませんよねという感じです。いや、で答えてない部分は 10.5 ポイントに下げて、で答えてる部分で、何をさら問いしていこうかなと思ったところに14ポイントでラインマーカーつけたんですが、パソコン上ほとんどの部分が 10.5 ポイントになっちゃったと、こんな状況です。山際前会長の御社の報道番組でのご発言、本当のことであれば、単なる参考人じゃないですね、これ証人で来ていただかないといけないと。その法律上の権限も超えたところでですね、そんな圧力をかけていたとすればですね、そのことそのものが大問題だというふうに思っておりますので、まずは参考人として来ていただいて、それが事実とすればもう証人喚問だし、そもそも公務員法上許されるのかというような問題だと思っています。大スキャンダルですね、NHK のクローズアップ現代での発言で大スキャンダルが発覚をしたということだと思っています。すみません、毎日新聞の宮原です。代表が、この間代表質問された後に、ニュースウォッチ9に出演されて、ベーシックサービスの財源としてですね、新たな開発型の大型公共事業は投資に見合った効果が出ていない、むしろ社会保障などの人的にあった方が経済波及効果が大きいのは常識ということで、こうしたところの予算に転換していくというふうにおっしゃったと思うんですが、ちょっとこの部分聞いてて、昔 のコンクリートから人へというか、そういったこともちょっとトークされたんですけれども、改めてその、財源的にですね、どう変えていって、その代表がおっしゃるような社会を作っていきたいかというのをおっしゃっていただければと思います。短い時間の番組でして1分以内で話してくれということを NHK さんから言われてましたので一例を挙げましたが、例えば我々はすでに、税体系全体の見直しをしてですね、法人税も所得税もですね、累進的な要素を強化していくというようなことを申し上げています。こうしたことを全体としてパッケージで、そして財源を確保できたところから充実をさせていくと、いうことを堅実着実に進めていきたいというふうに思っています。それでは他ありますか。じゃあ1番で2番他こちらはあれないですか。じゃあ3番もう1番そうか2点お伺いいたします。お名前と。すいません、 IWC の塩沢と申します。コロナウイルス感染者が欧米で再び増加していることについて、お伺いします。第2波の感染者は第1波よりも数倍と、言われており、再度、ロックダウンに入った国々はあります。日本政府は欧米諸国がそういう状況にありながら、五輪開催前提で、渡航規制緩和などを行っていますが、野党の、リーダーとして、このような状況に
考えか教えてください。我が国においてもじわじわと感染が拡大している状況にあります。さらに PCR 検査などをですね、拡大させるべきだし、また特にですね、いわゆる濃厚接触者等以外の方にですね、状況立場においてもうちょっと丁寧に簡易に PCR 検査を受けられるような状況を作っていかなければならないというふうに思っています。続いてコロナと学問の自由について、お伺いします。イギリスのインペリアルカレッジロンドンの調査で、ウイルスに感染してできた抗体はその後急速に減少し免疫が十分に持続しない可能性があるということが判明しました。それを、イギリスのデイリーテレグラフや共同通信が報道しています。このような政権にとってある意味不都合な研究というのは学問の自由が保障されていなければ行うことができないと思うのですが、立憲民主党のリーダーとして政権を獲得された際には学問の自由が保障されると考えてもよろしいでしょうか。まずですね、前段の話については学問の自由の確保以上に報道の自由と報道機関の矜持が一番重要だと、特に我が国においてはというふうに思っています。後者については当然のことです。ありがとうございます。共同通信社内です。代表はですね、結党以来地方の方の視察に精力的に出られているかと思います。今週も北海道への視察ご予定なさっていますけれども、今後の方針についてお聞かせください。改めてですね、その共生社会であるとか支え合う社会を目指すにあたって地方訪問の意義ですとか地方の声をすくい上げることの意味合いについても合わせてお聞かせください。はい、新型コロナウイルスの影響もあってですね、なかなか大規模な集会はやりえない状況の中にあります。小規模の集会とか、3密にならないような街頭であるとか、そうした状況の中ではやはりそのできるだけ現場を見させていただくということがですね、従来よりも地方にいたときに入れやすいというところはですね、片方で難しい側面がある分だけですね、そこは生かしていきたいというふうに思っています。そしてもちろん東京にいて仲間が各地から持ってきてくれるさまざまな声というのを想像力を働かせて、そして全体としての構造を作っていくというのがリーダーの本来的役目だと思いますが、とは言いながらもやはり直接話を伺うとか現場を見るとですね、その仲間を通じて届けられた声が比喩的に言うと立体化できるというふうに思っていまして、この間も大変そうした現地を見させていただいたことでですね、単に言葉で聞いている話がですね、非常にこう本質的なところに理解がつながりやすかったというふうに思っていますので、できるだけ現場で生の声であるとか生の実態実情を聞かせていただくというのはリーダーとして不可欠な仕事だという思いで各地回っていきたいと思っています。重ねてですか、もう一点よろしいでしょうか。全国の地方組織の整備という意味では43都道府県の整備状況だと思います。今日多くも残り少なくなっているかと思うんですが、次期衆院選を担ったという意味での現在の調整状況、進捗状況についてご評価をお願いします。正直言って9月15日に想定していたよりも何倍も早く進んでいて、その分平野さんとか大島さんとかあるいは関係する地域の皆さんにはご苦労をおかけをしているんだと思いますけれども、でも思ったよりも何倍も早く進んでいてよかったなと思っています。この問題の中には同じ主役のですね、名前がきちんと出てますから言いますけども、朝鮮名河前光さん、川本義孝さんがですね、かつて菅さんが、大量のお金をもらっていた本人からですね。それでご存じのように
3月19日の参議院内閣委員会で、追及されていたところに地震が起こって、という何にもその後の説明はしていないんですよね。ですからこれもまあ、立憲民主党として菅さんに対していろいろ質問するかどうか分かりませんけれども、大体 いつもいいとこでいわゆるブーメランということが起こっています。ですから菅さんに総理も務めた人ですから、きちんとこれはどんな献金であったかということを釈明させる必要性があるんじゃないでしょうか。私の認識では当時菅議員は総理としてご説明をされたと認識しています。じゃあ、ここは地震本さん、お願いします。地震法人同社の川口と申します。2点分けてお伺いさせてください。1点目ですけれども、国民民主党さんが参院に続いて衆院でも共同会合に出されました。これについての受け止めと、あと社民党さんが全体の合流ではなくて、離党による部分合流という形で党内協議が進んでいますが、これについての受け止め、代表が従来から共同会合を組んでいた党で233の過半数以上の衆院候補者擁立を目指すとおっしゃっていましたが、その目標がどのような形で変わるのか変わらないのかについて、まず1点目をお願いいたします。残念です。そして目標は変わりません。社民党さんの部分合流の受け止めも残念です。残念です。2点目ですけれども、先日の衆院の本会議の代表質問で、代表はハイブリッドの政策の一つとして、消費税減免という言葉を使われました。減免という言葉はなかなかイメージがしづらい方もいらっしゃると思うんですが、改めてこの減免という言葉の意味するところについて教えてください。全体としてハイブリッドなので、その一部だけ切り取られた話についてはお話ししません。ただですね、その政権の選択肢として、有権者が次期衆院選で、政権が取った場合にどんな政策が取られるのかということを考えながら、代表質問を聞いたときに、これは一種の選挙公約といいますか。違います。後聞いてませんか。議事録読んでください。消費者、有権者にとって消費税というのは大変重要な関心事ですから、この言葉の意味を、ぜひいただければ。読んでいただいた通りですし、それからその後私はそのことを提案した上でさらに提案をしていますので、ちゃんと読んでください。協議の場を設けるというふうに提案されているということですけれども、その私は今やるべきだと言っているので、1年後だったらまた経済状況はコロナの状況違ってますから、そこはちゃんと今の状況の下で、例えばこうした思い切ったことをやるべきだと提案をしていくということなら正確に受け止めてください。フランス店の及川と申します。立憲民主党としては、今のリニアモーターの計画について賛成なのか反対なのか、お立場をお伺いできればと思います。まず静岡県知事が静岡県知事の権限に基づいて、反対をされているということについては、地域主権の観点から尊重しなければならないというふうに思っています。また今回のコロナ危機によって、さまざまな需要見通しはおそらく抜本的に見直さなければならない状況にあると思っていますので、コロナ危機が収まるまで一旦立ち止まってですね、その上でこのコロナ危機のによって受けた、運送業、長距離大規模運送はいろんな意味で深刻な打撃を受けていますので、それを踏まえたですね、もう一度再検証がいるんではないかと私は思います。それでは他に、海道新聞の分です。よろしくお願いします。先ほど地方訪問の話で言ったんですけれども、明日から北海道入りということで、具体的にどういった点を見てですね、どういったことを見ていきたいか、意気込みやりたいでしょうと説明いただければと思います。
はい、まあ、一次産業についてのですね、まあ、厳しい状況と、それから逆に北海道はそうした中でもさまざま先進的な努力をされている側面もあるというところについてですね、現地を見たり現場の皆さんから話を伺うの大変楽しみにしています。それからまあもう一つは、私自身も沖縄北方担当大臣をやらせていただいた経験がありますので、まあ10年ぶりぐらいに根室をお尋ねをすることになりますので、まあ現地の皆さんから、まあ、この10年残念ながら進んでこなかった北方領土返還に向けたですね、現地の皆さんの思いを改めて伺っていきたいと思っています。2問目すみません、ね、NHK の質問でした。大阪の構想は、大阪市廃止分割構想ですけれども、はい、についてなんですけれども、今、一進一退というふうに伝わっていますが、代表としてですね、この大阪市廃止分割構想についてですね、まあ、普遍の立場を示すということだと思いますが、これについては現状の問題点とですね、まあ、どのような結果を望むかということを教えていただけますか。はい、基本的にはまさに住民自治によって判断をされるべきことだと思っていますので、大阪府連としてですね、反対ということで一生懸命戦っているのを党としては支援をするという立場ではありますが、私自身が大阪に先月お伺いしたときに申し上げました通り、かなり無理をして合併をして、なんとか政令指定都市になれてよかったなと思っているさいたま市の住民としてはですね、これだけの強い権限を持っている政令指定都市大阪市を廃止してですね、権限の弱い、というかないに等しい区に分割するというのは全く理解できないと、自らの自治権を自ら手放すということについては正直理解できないということなので、ぜひ住民の皆さんには慎重に冷静にご判断をいただければなというふうに思っています。すみません、もう一個関連してなんですけども、賛成の場合、反対の場合、さまざまな場合が考えられると思いますが、これについては中央政界への影響についてどう考えているのか、答えられる範囲で教えていただければと思います。私はですね、まあ、メディアの皆さんとか有識者の皆さんは、まあ、地方選挙なども含めてですね、必ず国政への影響とかということをお聞きになるんですが、それは地域主権、地方分権の趣旨からすれば、それに応えること自体が私は間違っていると思っています。地方の自治に基づくさまざまな判断と国政の判断は全く別次元で見なきゃならない。国政にこう得だから損だからみたいなことで地方自治が歪められるということがあってはならないと、私はそこは一貫して徹底して分けています。まず福山館長の発言について私承知しておりませんが、私が平野選対委員長から聞いている報告はそういう報告ではありません。ですから、そうしたら地元ということについて枝野さんはどのような概念を持っていらっしゃいますか。それはケースバイケース、どういう文脈で地元という言葉を使うかによりますので、ちょっと一概には答えられません。共産党さんが千葉8区ですね、まあ、出ないと思われたところにパッと出たりとか、で千葉7区はですね、立憲さんが出すよと言っていたのに、元千葉4区の、斉藤さんの元職を持っていた、その後で立ったということで、いろいろとトラブルが続いてますけども、どのぐらいまでに、競合区とかそういったことを含めて、ギリギリまで、候補者を出す予定というのはあるんでしょうか。まあ、その千葉の事情、すみません、全く承知しておりませんので、何とも申し上げようがありません。いや、ですから、
最後まで、例えば共産党さんが選挙調整はいろいろやってると思うんですけども、まず前提として参議院選挙と違って衆議院選挙はすべての選挙区で一本化をするということは申し上げていません。全国の選挙区のうち50から100の選挙区は一騎打ちの構造にしたいと申し上げているので、競合するところがそれ以外のところでは競合する余地がたくさん出てくるのは初めから前提にしています。わかりました、ありがとうございます。JK さん。はい、JK さんと申します。2点ほどお願いします。まず1点目ですけども、野党合同議会についてです。与党から見直しも出ていますけども、昨日国民民主党の玉木代表が記者会見でメリットデメリットを検証した上でより良い形を求めていくことが必要と、ちょっとそれに同調したような発言をされています。このヒアリングではその代表テレビでおっしゃっていたように役所がその資料を出さないとかちゃんと答弁しないですとか、そういった問題もちろんあるわけですけれども、そのあり方といいますと、この今のあり方が望ましいのか、それともその何らか その改善点とかあり得るのか、そのあたりご所見お願いしますでしょうか。これみんな誤解されてるんですけど、従来であれば各党派ごとに部会等でですねヒアリングをしていたのをバラバラにやったのでは同じことを何度も繰り返さなきゃいけないので、野党で1回で済ませましょうということで役所の仕事を減らすために合同ヒアリングやってると、まあ、その前提を理解されてない方が多いんじゃないかなというふうに思います。2点目です。全然違う話題ですけども、代表がファンでいらっしゃる乃木坂46なんですけども、先日白石麻衣さんが、卒業されました。もしその、卒婚と配信をご覧になるとして受け止めといいますか考えといいますか、そういうものがあったら聞かせていただけますでしょうか。はい、やっぱり一つの時代が終わったんだなと思います。生駒さんが卒業されて、西野さんが卒業されて、一期生の中心メンバーが3人卒業されてというのは、一つの時代の終わりを非常に強く感じました。一方で乃木坂はですね、2期3期4期ですね、それぞれそのちゃんと後継者が育っているので、順調に世代交代ができるのかなという期待をしています。コロナの影響もあって卒業コンサートというんですかね、これがちょっと特殊な形でないとできなくなってしまった。同じようなことはですね、今年の4月の学校卒業される方はじめとしてですね、もう日本中で起きている来ているわけですけれども、ある意味でそれを象徴する姿としてですね、やはりこうしたことが一日も早くないようにですね、通常の生活が送れるようにですね早くしなきゃいけないし、そのためにはやっぱり PCR 検査をもっと安く幅広いできるようにしなきゃいけないなというのが感想です。ありがとうございます。朝日新聞の安川です。菅総理が学術会議の問題について民間出身者や若手が極端に少なくて、大学とか出身に偏りが見られるから多様性が大事だということを念頭に任命選挙として判断をしたというふうに述べて、学術会議側からは反論も出ていますけれども、代表のお考えをお聞かせください。今日の朝刊各社がそもそもファクトをしっかりとお示しになってですね、むしろこの10年ぐらいで一気にですね多様性、が進んできていると、そして申し訳ないけど自民党さんの国会議員の構成などよりもよっぽど多様性があるというのは間違いないし、正直言って例えば女性の比率などでは我が党も実は遅れを取っているという状況なので、どういうファクトに基づいておっしゃってるのか全く理解不能であるし、いつも申し上げている支離滅裂の一つだと思っています。他大体もよろしいでしょうか。はい、それで、ありがとうございました。ありがとうございます。